二の鳥居キス神社は、茨城県上栖市、行き住みにある神社。国主見大社で、旧社格は、県社。茨城県鹿島市の鹿島神宮、千葉県香取市の香取神宮とともに、東国三社の一社である。主催神賞殿神なお、江戸時代の文書では、主審を木吹子主神とする説もある。社殿では、 第十五代王神天皇の第に氷川の地に創建されたという。その後大道2年4月13日、藤原内麻呂によって、現在地に移転したと伝える。当社の名称について、日本三大実録では、沖と節紙と記される。また、現行元年の古文書で、沖津の社と記されるように、当社は、沖津と呼ばれていた。この、沖津瀬。 沖水コール、沖ノ巣という故障から、カトリ海に浮かぶ沖ノ巣に祀られた神であると考えられている。祭神が、クナト神、アトリセン命であることからも、水上交通の神であることが示唆され、カシマ、カトリ同様に、東国開発の一拠点であったという見方もある。国史では、日本三大実録において、庭元年に、沖と雪神が、 正六位上から十五位下に除されたという記事が見える。この置と節紙は当社を指すものとされるが、演技式新名帳には記載がないため、いわゆる国志見在社にあたる。当社は古くから香取神宮、鹿島神宮と並んで、東国三社と称されたと言われる。ただし地理的な関係から鹿島神宮の影響が強く、当社は、 道宮の拙者とみなされていた。鎌倉時代の鹿島社礼電気や室町時代の鹿島郡年中行事から鹿島神宮と当社の密接な関係性が指摘される。また当社は朝廷からの数計を受け、現行の際にも国家安泰を祈願するために直使が派遣されたという。江戸時代には徳川家の数計が厚く、慶長9年に、 鹿島神宮領から14国が救された。またこの時代には、下三宮参りと称して、関東以北の人々が、伊勢神宮参拝後に、東国三社を巡拝する監修があったという。参拝客が利用する、行き住みかの貸しは、利根川水運の拠点として、江戸時代から大正時代まで栄えたという。明治進直後の明治元年と明治四年には当社に、 直使が派遣された。明治10年、独立した神社として、近代社格制度において、剣社に列した。一の鳥居左右には、おししおいの。社殿は、戦後の昭和35年に、火災で消失した。消失した社殿は、教皇7年造営で、華麗なものであったという。現在の社殿は、3年後の昭和38年の、再建のものである。 鉄筋コンクリート作りで、本殿、平殿、廃殿からなる。新門は高架四年の造営時のもので、消失を免れている。一の鳥居の両側には、おししおいのと呼ばれる二つの井戸があり、日本三霊線の一つという。社殿では、神宮皇后三年に作られたとし、氷川からの移転に際して、後から自力でついてきたという。井戸はそれぞれ男、男瓶。 女瓶という名の二つの土器から水が湧き出ているが、現在の井戸は昭和48年5月に河川改修のため移転している。所在地交通アクセス注車区出店。ありがとうございます。